なんか言ったな。このゲームには暴力的な表現やショッキングまたは不快な表現が含まれています。小さいお子様やそれらの表現を見たくない人はこのゲームを起動しないようお願いしますというね、謎の注意書きがある。てか謎の注意書きより気になるのはこの起動するとやめとくの選べるところが怖い。獣フレンズ、実は獣フレンズ全く知らないです。アザラシなのに、アザラシという怪獣、海の獣なのに獣フレンズのことはよく知らない。某バーチャル YouTuber、 萌美じゃない、もう一つ嫁みの方か、嫁みちゃんの方が何を言っとけばな チャンネル登録してるから通知が届くんですわ。そういうところからね、一応通知が届いてるのを、で、なんか、獣フレンズ .exe というゲームがあるというサムネだけ見えたんで、一瞬5秒ぐらい、違うな、10秒ぐらい再生して、これなら俺もできんじゃねと思うんで、やってみようと思います。動機が不純です。ちょっとね、最初はちょっとやった。音がね、音の調整のためにちょっとやりました。異常にこの BGM がでかいんでね。だからちょっと声の方も、を上げた。マイクのボリュームを上げて、ちょっとまあ。それでもちょっとバランス悪いかもしれないけど、まあ勘弁してほしい。これは誰が作ったゲームなんですかね。動画の冒頭でこれがカバンちゃんというキャラクターということは、わかった。これがカバンちゃんなのに知らんかった。まあね、しょぼんのアクションとかもやったことがある。そしてソニックの実況をしている。スーパーマグネチックニューニューという鬼畜ゲームもクリアした。俺からしたらまあこれぐらいのゲーム。7個、ああなるほどね。さっきのまんじゅうみたいなやつ、酒まんじゅうみたいなやつ、これを7つあればそこの鍵が開く的な、そういう流れか。実際ね、獣フレンズは全く知らん。なんかいいのかな、全く獣フレンズというものを知らない状態でこのゲームをしていいのかなと。まあ、要はあれだろ、獣たちと仲良くやっていくっていう、そういうあれだろ、そういうあれなんだろ。8、2、なんかね、 X ボタンと Z ボタンでコントローラーね、コントローラーね、キーボードね、それで何か、なんか怪しいなこれ、怪しすぎる。怪しい兄弟じゃん。初見プレイには慣れております。初見殺しとかには慣れてます。初見を回避するだけのものを持ち合わせ。おいおいおい、ここまで来ていいのかい。いやこれは殺されるですよ。上から行くか。いやー、おい、やりおる、ただものではない。あー、お、ほう、おつな演出を。あっち行った時にもう助からんと思ったわ。これは死んだらどうなん。別に死んだらちょっとホラー要素のあるゲームなんでしょうな。ケムフレってそうなの、若干ホラーな要素が含まれてるのかな。お、ガンですね。ほう、You get a power、 力を手に入れてしまったようだ。うーん、怖い。何を隠そう、ニコニコとかで青鬼のゲームを、青鬼とかいうゲームを実況してた時も普通にビビりまくってた。うひー、ほほー、おお、目玉が見てますね。凝ってる凝ってる。死ねえ、やーす、ごめんなさい。怖い怖い、目玉打ったからか。うい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 、これは怖いですよ。やめた方がいいんじゃないかな。もうあれだ、さ、引き返した方がいいかもしれない。ちょっと待って、時間だけ、時間をいつも測りながらやってるんですけど、ね、アマレコでもう一つデスクトップに画面を普段なら映してやってるところだが、これに関しちゃフルスクリーンなんでね、普通にフルスクリーンなんで、それができない。何発か撃ったらとかじゃないんだ、普
普通にあの目玉を打ったのか時間20分とかで終わりたいんだけど、それができんまである。いやー、獣フレンズってやっぱこういう銃の描写とかがあるやつなんですかね。やっぱ獣たちと触れ合うにも銃は必要。か弱い人間がね、サバンナとかの弱肉強食の世界に入るのに、やはり身一つではいけないということを。怖い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 。ひ鉱山。これガンをずっと持ってるんだが、これからは敵が襲ってくるということでいいのか。獣たちとズドドンズドドンっていうこの足跡みたいな音が非常に、あれはアルパカ的な生き物が唾を吐きかけてきている。これは原作再現的な、アルパカという生物を再現的なあれですかね。ういー、なかなかシビアなゲームですな、これは。何分まで取ればいいんだっけって自分に問いかける。死ぬまでか。途中セーブとかないよな、多分ね。ロックマン並みの連射を。これは死ぬぞ。やりよる。ヨシンバの岩を砕くときの唾は避けられるけど、ここで当たらないようにはかなり難しくないですかね。アルパカ殺す。実際アルパカとかこう、アルパカのいっぱいいるランドとかに行くと、ファームとかに行くと、唾吐いてくるんでしょっていう、そういう原作再現なのかな。怖いぞ、あの猫は。あの猫は怖いぞ。撃っていいものかどうか。初見の動物に銃を突きつけるのは果たしてよろしくない。まずは、ナウシカのように手を差し伸べてみる。違う！こやつ。しかし、ダメージを受けてないな。だろ？よし。これは、10回ぐらいこう、手を差し伸べ続けたら、心優しくなって、違うな。それはないな、これは。距離をとって、威嚇射撃。うわぁ！You kill the animal! もうやめていいんじゃないか。怖い。引き返せるか？今からもう引き返すことはできるのか？できないね。ああ、やべ。やりたくない。何もない。下は大丈夫なのこれは。下はなんか歯みたいになってる。これは精神衛生上よろしくないっすな。動物を殺めてしまった。やめた方がいいんじゃないか。この程度のトラップで落ちはしないよ、俺は。銃は撃たないで行きたい。これは違うね。なんだこりゃ。詰んだか。あの猫ちゃんを撃ち殺してしまったことによって、ついに詰んだか。なんかあるって感じじゃないな。弾の間隔が一定だね。これは連射が効くやつじゃない。合ってるっぽいね。このハテナ打つんじゃないか。実は違うな。これが壊れる。壊れない。無限ループって怖いよね。敵地味にステージの色が変わってきて、しかも体力が回復しているように見える。
体いつになったらセーブできるんだ。じゃあ大丈夫だ、あの赤い生き物、この赤い鳥を殺さずに行こう。あのこれはね、ここにちょっとある。よし、挨拶していこう。こんにちは。あなたちょっと耳に何か特殊なものが生えてますよ、あなた。じゃあ行きます。よし、行かしてくれ。俺は誰も気をつけたくないんだ。人を殺めるのはよろしくない。かといって動物も殺めたくない。申し訳ない、ここを通していただけませんかね。誰も殺めたくない。動物か人かと言われたら俺は動物を殺すことを選ぼう。死ねおかしいな。なんとなく展開としては読めてきたぞ。これおそらくあれでしょ、あの赤いフラミンゴみたいなやつ。フラミンゴなんかな。オウム、いや、詐欺にも見える。を殺したらこの 人型のやつが襲ってくるんだろう、きっと。それはもう見えた。それはお前が死なんからや。あら、水辺地方。なるべくこれは生き物を殺さないでいきたい。マスターアジア東方腐敗をそう言っている。天然自然のものを大事にしていきたい。人類を抹殺するためにデビルガンダムを生み出すのは良くない。いや、それが正しいのかもしれない。地球のためには。ちょっく。ジャンボダンドトライアゲイン、行こう。このまま終わりまで行くのがいい感じなのかな。時間の大配分とか。おお、上がれた。時間がわからん。Z へ飛ぶ。よし。多分もう15分ぐらいはやってんじゃないかな。全然時間かからずにやってるから。ちょっと何とも言えませんが。ああ、鳥を殺してしまった。よくない。それだけはしたくなかった。遅いんだよ。やばい。これはね、当たるんだよね、どうやったって。どうやった。雰囲気怖くないですかね、やっぱこのゲーム。雰囲気が。BGM のせいか。動物を殺すぐらいなら。獣フレンズ。獣たちが。なんかみんな、ちょっと不幸せそうなのは何なんだ。獣は全然あれなのか。獣フレンズという世界では、獣は、あの、人型なのかなと思ったけど、獣フレンズという世界の中にも、あの、動物型の動物もいるのかな。正直あの、ハリネズみたいなのは撃ちたい欲があるけど、撃ちたくはない。何も殺しちゃうよ。行きます。ガッシーン。ここをね、間違うとあの鳥さんを殺してしまう。うるせえ。これはもう死ぬしかないんじゃないか。さすがに助かな。銃ってのはいい塩梅に設定されてるな。動物も襲ってきとるやないかい。動物も襲ってきとる中、こっちの、いや、それは言う。ちょっと休憩します。